これでどうだ、これでコラボになった、やっとなったかな。ごめんなさい、たびたびすいません、ごめんなさい、本当にコラボになってますかね。申し訳ない、申し訳ない、なんか設定がよくわかんなくて、久々のやつなんで。音声と映像問題ないですかね。コラボになってる、すいません、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。音楽も聞こえてる？音楽も聞こえてる？うん。あー、ブロックしていいですよ。はい。はい、お疲れ様です。今日は2019年の8月の22日、1時19分です。よろしくお願いします。全然ブロックしちゃってください。だからフォローだけすればいいのにね。通知入れないでフォローだけしたら見たい時に見れるのに。俺頻繁にやるから通知切っていいよってずっと言ってんだけどね。なんかあれだよね、フォローしないで通知だけする人の方が多いんだよね。なんか使い方間違えてるんだと思うけど、それ。こんばんは。音楽は聞こえてる？通知しないと気がつかねえだろうが。いや、だから見なくていいじゃん。うん。なんかさ、自分が見たい時にアプリ起動すればさ、あ、今日やってるんだ、やってねえんだってなるから、フォローしてた方がいいと思うんだけど、俺ね、通知は本当に見たい人しか入れないけどね。殴ってないよ、あの傘で殴ってきたから振り払おうとしたら肘がね、顔面にバチンってぶつかっちゃって、殴ったわけないよ、故意にやったのは蹴り飛ばしたね、その後パーンって、ふざけんなっつって、あれは完全に事故っすね。殴ったら殴ったって言うよ俺。見たいんだよ、寝起きで。さっき言い方悪かった。見たいなら見ればいいじゃん。家族会議、いや謝んなくていいよ、素直になろうよ、素直に。え、音楽は聞こえてる？みんな普段通りバックミュージックは聞こえてんの？その辺は大丈夫かな。うん、大丈夫ですか、どうですか、バックミュージックは聞こえてる？なんかね、普段と設定変わりやすいんですよね。マイクこれだ、これで合ってるか、うん、BGM も大丈夫、了解。そうですね、悟り開いた時の画像ですね。いやでもね、悟り開いたと思ってたけど、悟りは開いてない、申し訳ない。悟り開いたと勘違いしてましたね、この時は。悟り開いてなかったですね。悟りを開いたんじゃなくて、空を知った時だね、うん、これはね、俺のね、勘違いです、申し訳ない。あの文献とかを調べてみたら全く違かったね。要は、あの素敵な勘違いをしてたんで、それはね、まあまあ初めてね、ああいう神秘体験みたいなものを深くしたんで、その辺はご了承ください。この写真はね、あの瞑想をしていてね、あの深く深くディープに、なんだろう、精神世界に入った時の写真ですね、僕が。ものすごく、自分にとっては33歳だったんだけど、この時33年間生きてきた集大成みたいな、すごく、思い出深い写真ですね。和田さんの声好き、ありがとう。神秘体験だね、本当に。まあじゃあシルバーでも削りながら、待ちますか、質問とかが来るの。なんかコラボ枠なんでね、まったりやろうかなと思ってます。和藤さんの声好き。猫は寝てるね、猫は寝てる。シルバーシコシコ削りながら、なんかコラボアイテムを待とうかな。まあ上がりたい人いたら話題なんでも OK なんで、なんか質問とかね、言いたいこととか、ただ単に喋ってみたいとか、うん、猫ママ、猫ママ寝てるよ。雷？すげえでかい雷落ちた。何今の？びっくりした。
ピカって光ったから、すげえでかい雷だよね。聞こえた？みんな。やば。怖。聞こえた？コラボ上がったら匿名かどうかわかんない。それはシステムだから、ふわっちの運営さんに問い合わせてください。僕が作ったサイトではないんでわかんないですね。な、雷鳴ってる。動画にはしないかな。コラボ枠結構久々だね。結構久しぶりかな。いや、普通にコメント書きたい人もいるから、別にタヌキで、あなたがタヌキで書けばいいじゃん。普通にコテハンで書きたい人もいるんだ。あなただけの枠じゃないし、あなただけが、あなたが思ってることがみんなが思ってることではないから。稲妻を見るとワクワクっていうか血が騒ぐよね。わかる。タヌキだとアイテム投げれない。普通にアイテム投げればいいんじゃない。タヌキだとアイテムなんで投げれないんだろう。え、どういうこと？どういうこと？アイテム投げれますよ。タヌキ枠でも。花火ファンタ匿名で投げられるよ。匿名で投げられますよ。花火投げるときに匿名っていうチェックボックス入れると匿名で投げられるよ。だと投げ方わかんない。え、なんでなんで。普通にアイテム投げるときと変わらないよ。タヌキの葉っぱにチェックボックス入れるんじゃなくて、あのアイテムのところにチェックボックス入れて匿名で投げるだけだ。葉っぱ使ってるでしょ。葉っぱのアイテムを使うんじゃなくて、アイテム投げるときに花火を選択して、花火で匿名で投げるの。匿名のチェック入れて、そしたら誰にも分からず花火投げられる。おー、みーさん、どうもどうも、お疲れっす。今日はコラボ枠ですね。アイテムありがとう。おお、並びクロさん、いつもありがとう。アイテムありがとう。またタヌキじゃない時にするね。ああ、了解。うん、帰ったんの意味が分かんない。ごめん。帰ったんよく分かんないな。文脈分かんない。ごめん。
家出てから帰ってきたの。今、家だよ。動画なしですね。シルバー削ってますね、今。猫まん寝てる。久しぶりに来たお母さんと3人の生活落ち着きましたが、あ、いい感じですよ。いい感じです。この写真、あ、ありがとう。すげえ嬉しいよ。ありがとう。新作の写真もね、ツイッターに上げてあるんで、よかったら見てください。猫まちゃんのグラビア写真をアップロードしました。うまくいきそうですか？わからないですね。未来のことは僕は、確信はないですね。この写真欲しいです。あ、発売しますよ。もしよかったら DM ください。DM か LINE で、発売しますんで。作品購入されたい方はぜひ、お問い合わせお持ちします。サイズはね、A4 のサイズから、いくらでも引き伸ばせますんで。A2 とか、A1 とか。どのサイズで欲しいのか、連絡ください。売ってるっていうかね、作品に関してはね、譲ってほしいとか、そういった方には連絡いただけたら、そこで値段交渉してますね。値段はね、僕が決めるんじゃなくて、リスナーさんに決めてもらってますね。機材何使用しているんですか？音は AG03 ですね。オーディオインターフェース AG03。ソニーのピンマイク2000円のやつで、そんな感じですかね。500円でいいですか？ごめんなさい。お断りします。申し訳ない。花火投げたらみんなお礼とかで写真くれるけど、そういうのでくれないのですか？あ、いいですよ。別に。花火何発で譲っていただけますか？とかで。全然それでも交渉でもいいですよ。データが欲しいってこと？データはツイッターに上がってるから無料でダウンロードしていいよ。いやいや、19号さん、ツイッターにデータあるから、インスタグラムとかに。それタダであげるよ。データでしょ？データなんかタダであげるよ。1500円。あ、ごめんなさい。ちょっと原価割れちゃうんで、申し訳ないっす。その金額だと、申し訳ないっす。すいません。ごめんなさい。おいくらからとかじゃ、とかではないですね。値段をリスナーさんに決めてもらうっていうことをやってますね。いくらからとかはやってない。値段をつけてない感じですね。すげえな。まあ、だから本人がこれくらいで買いたいなっていう金額を言っていただければ。で、もしね、その金額がしっくりこなかったら、まあ、なんかそれで値段高くするっていうことはちょっと俺は違うのかなと思ってるから。自分が欲しい金額で、で、あとは譲るか、それで譲らないかだと思ってるんで。交渉するとかそういうもんでもないから、作品は。縁がなかったのかなと思って。1500円で原価割れするよ。だって、A3 のプリンターで印刷かけて、で、額に入れて、で、発送するわけでしょ。全然無理だね。1500円は厳しいね。1500円じゃ無理だね。だってロケとかさ、レタッチ代とか考えたりさ、機材代とか考えたらさ、1500円じゃ儲けなんか出ないしさ。まあ全然面白くないな。
だから手間しかかかんないから嫌だね。ああ、ごめんなさい。僕がしっくりくるかどうかっすね。1500円では無理っすね。一応ね、購入していただいた今までの人たちの金額とかもあるんで。1500円では無理だね。最低おいくらからですか？最低っていう考え方が多分25号さん、僕の考えを理解しないと思っていて、値段を決めるのはリスナーさんなんですよ。僕が作品に値段をつけたら商品になってしまうんですね。で、その値段にしっくりきたら売るっていう、お譲りするっていうことなんですよ。意味わかりますか？25号さん。僕が値段をつけるのではなく、値段を決めるのはリスナーさん。で、それで手に入れられるかられないかっていうことですね。今までの人は、1万円の人が2人、で、1万5千円で3枚買った人がいますね。今日どうして？あー、えーとね、えーと、何配信だっけ？これ、コラボ配信にしたから、負荷がかかると思ったから、っていう感じですかね。2000円ではごめんなさい。申し訳ないっす。いや、商談はしてないよ。写真ね、1万円で買ってくれた人いましたね。今、3名お客さんがいますね。5000円だったらまあいいかな。送料別で5000円でいいですよ。まあただまあなんかあんまりしっくりこないですけどね。3000円無理っすね。 話になんないっすね。5000円でまあ3枚買ってくれるんだったらいいかな。クオリティとかじゃないんですけど、別にその手間がかかってるし、費用がかかってるんで、なんか別にツイッター見ればいつでも見れる画像だから、お金払う必要ないんじゃないかなと思うけど、どうしてもその原本っていうか、その何て言うのかな、アナログでちゃんとクオリティ高いもの欲しいっていう方がいたら、猫マちゃんの水着フォトもっと見たいです。あー、ごめんね。作品としてはあれしかあげないかな。作品としては、猫マの写真も水着のやつも発売してますんでね。いや、1万円でいいとは思ってないですよ、別に。1万円って言われたので、ああ、ぜひぜひって言って、お譲りしたっていう感じですね。僕は値段決めてないですよ。リスナーさんが値段を決めてくれましたね。別に、100万円でも1億円でも買ってくれていいですよ。そこは好きにしてください。あ、リクエスト来たかな、今。あ、来てないか。コラボ枠なんでね、もし、お話してみたい人がいたら、コラボ上がっていいですよ。写真は決めてないですね。シルバーは値段決めてますね。シルバーね、26万8000円、税別。
ちょっとタバコ吸ってくるね。みんなでワッとワッとやってて。はい、ただいま。クロムハーツ買えばいいんじゃない？クロムハーツ買えばいいと思うよ。いや、10万ではちょっと嫌だかな。全然利益が出ないから。写真の良し悪しがわからない私はお子様かな。いいんじゃない？自分が好きかどうかじゃないの？写真って。シルバーアレルギーの人はシルバーアクセサリーつけらんないよ。いやいや、僕が写真に関してはそういう意図でやっているんで、いや、だってね、買いたい人は買うからね。で、別に俺は困らないから、写真が売れなくても。写真買いたい人が困るだけだから。
買いたい人にお譲りするっていうスタイルですね。買う人が困るだけでしょ。シルバーの写真はないよ。こんばんは。ワドさんの写真はワドさん自身が癒されてる感じがして好き。自分が好きな世界を撮ってるからね。監督って何の監督なんですか？映画ですね。あと写真とかをやってますね。主にアートをやってますね。撮ってくれたら依頼があったらやってますよ、全然。写真の撮影の依頼とかは受け付けてますよ。映画っすね。いくらですか、撮影。ものによりますね。ものと時間、制作期間によりますね。逆に予算いくらぐらいでどういったものを撮ってほしいっていう方に言ってもらった方が。いや、所属はしてないですね、どこにも。フリーランスでやってますね。グラビアアイコを撮ってほしいです。アイコちゃんとかから依頼が来たり、リスナーさんから依頼が来て、アイコちゃんモデルやりたいって言ったら全然撮るよ。予算1万だと、どうだろうな、交通費別途かかっちゃうんで場所によりますね。予算1万でも撮れないことはないですよ、全然。小説家なんだ。ワトさんかっこいい、ありがとう。このセピアはカメラの設定のフォトショーあたりで加工した。ですね、フォトショップですね、このセピアは。もともとはフルカラーの写真ですね。紫がかった写真だったんだけどね、これは。セピアに変えたね。3枚か。枚数っていうか、装備によるんですよ。例えば、僕が持ってる装備とかだったら、手弁当で1万円とか1万5千円とかギャラもらえれば、全然いいのね、それは。グラビア3枚撮ってもらうの。で、場所による。例えば、俺が東京に住んでるから、どういったロケ、例えば、ね、どこの海に来てほしいとか、そういうことによるかな。あと、フラッシュであったりとか、フィルターであったりとか、写真によっては機材が別途必要になるので、で、それのレンタル代。あとは、まあ、なんだろう。スタジオっていうのがあるんだけど、スタジオをレンタルするのかしないのか。で、そのスタジオのレンタル代が別途かかる。だからまあ、外とかで、俺の持ってる機材だけでいいんだったら、まあ、1万5千円ぐらいで、全然いけますね。ああ、花火ありがとう。昨日の配信好きなジャンルだったのに、お仕事で見れなくて残念だったのですが、今日はお仕事、明日お休みなのでゆっくり見れて嬉しいです。ああ、ありがとう。昨日何の配信、何の、話しましたっけ？全然話しますよ。子供の写真は公園とか、ああ、いいですね。子供の写真だったら、まあ、1万とか1万5千円ぐらいで全然動きますよ。まあ、僕のタッチになっちゃうけどね。こういう風な写真を撮ってほしいっていうのは、結構アーティストにとっては失礼な行為なんで、こういった写真を撮ってくださいっていう、他の写真を撮る人の作品とか見せられても、ちょっとそれはお断りしますけど、まあ僕のタッチで写真撮ってほしいっていう人だったら大歓迎ですね。ちょっとトイレ行ってくるね。ちょっとごめんね。トイレ行ってくる。
ただいま、こんばんは、線香花火ありがとう。趣味程度でアーティスト気取りか。こんばんは、アイテムありがとうね。トイレ。横浜、配信とかツイッターに載せないのは3万ぐらい取ってほしい、横浜とかで。配信とかツイッターに載せないのは3万ぐらいで妥当だと思いますね。もし、DM とかお問い合わせいただければ、取りに行きますよ。子供写真全然いいですよ。だいたいそうだな。撮影お子さんだよね。2時間ぐらい。1時間ぐらい打ち合わせをさせていただいて、ヒアリング、喫茶店とかファミレスとかでいいから、1時間ぐらいこういう構図で、こういう背景でっていうので、こういう写真撮ってもらいたいっていう。で、それで、2時間ぐらいかな。どんなに遅くても、それくらいで撮影できますね。今日静止画のコラボ枠ですね。こんばんは。大丈夫だよ、ラジオの。ずっとラジオ、今日は。猫間が裸だから。よし、開けっぱにすんの？なんで？違う違う違う、ラジオでいいの、今日は。ありがとう。風邪ひいたんじゃないの？お父さんの枠だけ真っ暗なんですけど、私だけですか？みんな画像見えてるはずだけどな。真っ暗ではないと思うけど。お父さんのコラボ枠結構見てて好きです。ありがとう。アドさんのおすすめのインドの仏教の本を教えてください。スッタニパータとかダンマッパータとかが面白いと思いますけどね。スッタニパータ、ダンマッパータとか面白いですよ。真っ暗？本当に？みんな画像映ってない？コラボ来ないね。
今日ブックオフとかツタヤとか、あと商店街とかプラプラしてたけど、あ、全然大丈夫だよ。画像見えてるよね。真っ暗ではないはずだけど。なんか俳優さん、俳優とかやってる方ですか？いえ、映画監督やってます。あとアーティストやってますね。53号さんいらっしゃい。入り直す。オッケー。静止画見えますよ。怖い顔が。はいはい。あー、ありがとう、みーさん。ワド監督さんの配信やセンスが好きなのですが、いつも、楽しく見させていただいてるだけで十分幸せです。あー、ありがとう。ありがとう。花火ありがとうね、みーさん。すげえ嬉しいよ。ありがとう。なんだろうね、センスとか別に自分からセンスみたいなものとかは感じないけどみーちゃんいい子だっつって いい子いい子。この前、みーちゃんが一昨日の話すごく好きだったって言ったけど、どんな話題だったんだろうな。どんな話題話しました？みーさん。全然話しますよ。今暇だし。どういう配信内容だったんだろう。どういう話題がお好きなんですか？で、こま、これのさ、上ある。これ。あとなんか色がすげえ、ここの上、これ。ない。お、もうない。そう、これなんか、あ、そう、なんだこれ、外れちゃった。これもうなんかヤニで真っ黒になっちゃった。つけっぱ。ないけど小説家なんですよ。映画の脚本を書きましょうか。いえ、大丈夫です。ありがとう。サンキュー。
ああ、精神世界のお話？はいはいはい。全然、階層ですかね。なんかまあ、最近その第5階層に入って、いろんなものを見て、で、第6層に行くまでに、どうやったらいけるのかっていう探求をしてますね。第6層な、第7層にどうやってアクセスするのかみたいなことを最近ずっと考えてるかな。もう少しね、もう少しな気がするんだけど、もしかしたらいけないかもしれないし、いけそうな気はするんだけどね。そこは自分との戦いかなと思ってるかな。第6層、第7層に入るっていう。第5層は完全に入ったかなっていう。誰も来てないね、コラボは。今日は前にお話しされていたアレックス・グレイさん あれ？もしかして ああ、なるほど。アマリンゴさんとかね ああ、なるほどね。まあまあまあ、ね、いろいろありますよね。いろいろありますよ。なんかこう言語を超えた感覚とか思考を超えた感覚っていうのを経験して、まあアレックス・グレイとかすごいなと思いますね、本当に。いやー、すごいっすね。あれをよく二次元に落とし込んだなっていう。まあ、アーマリンゴさん、海の家で猫魔がワドはリスナーのこと金、ワドはリスナーのこと金でしかない言うてたけど、本当？金でしかないってどういうことっすか？それは猫魔に聞いてもらっていい？その言葉の真意っていうのは。猫魔が言ったことをなんで俺が説明しないといけないの？俺猫魔じゃないからわかんないよ。それは猫魔に聞きなよ。猫間が言ったこと全部俺理解してるわけじゃないから。猫間が言ったことに関しては猫間に聞いて。彼女がどういう文脈でどういう意図でどういう気持ちでそれを言ったのか俺は知らないから。俺は俺のことしか話せないですね。なんかこう五感が開くっていうか、五感、第六感っていうのかな、あれは。6番目のチャクラがガッと開く感じだよね。6番目のチャクラがザッと開く感じ。花火以外のアイテムいらん言ってないよ。リスナーは金でしか見てなかったら、俺、ニコ生3年間もやってないけど、リスナー金だとは思ってないですね。見てないですね。トム池が溺れて海岸に上がってきた時は。
ごめんなさい。僕ら楽しくやりたいだけなんで、荒らすのやめてもらってもいいですか？僕らは楽しくやりたいだけなんで、荒らさないでもらってもいいですか？ごめんね。はい、こんばんは。コラボね、全然来ないね。答えてもら、コロリンさん、答えてもらっても良いですか？すべてから逃げますか？ニコ生3年もやってらっしゃるのに。コロリンさん、何を答えればいいんですか？コロリンさん、何ですか？すべてから逃げる？どういうことですか？コラボ上がってくれば、コロリンさん。コラボ上がってきてくださいよ。コラボ枠なんで全然お話ししましょうよ。上がり方が分かんないんだ。コラボ枠の上がり方は誰か教えてあげて。こんばんは、アダモンさんいらっしゃい。南関塾運営さんからもうアナウンス出てますよ。運営さんの公式からアナウンスが出てます。はい、こんばんは。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。コラボ珍しいでしょ。高い階層に到達すると都合の悪い発言はなかったことになるの。ごめんなさい、何言ってるか分かんないです。
花火2発いただいてますね。殴ったわけじゃない、傘で殴られたから振り払おうとしたらエルボーが顔に当たっちゃったんだよ。殴ったわけじゃないよ。第六感とか特殊な見えない能力は人には理解してもらえないものですもんね。そうですね。まあ理解してもらう必要もないわけじゃないですか。まあミーさんはね、多分いろいろ分かってらっしゃると思うんですけど。いろいろあるよね。分かる人に分かればいいんですよ。分かってもらえる人には分かってもらえるっていうのが僕の考えで、まあ分からない人は分からないし、分かる人は分かると。 そうだよね。でもまあ今そのものすごい時代が来てると思いますね。ここ2、3年というか、まあアメリカがね、その流れを作って、今日本でもムーブメントが起きていてっていうね。まあ、面白い時代に生まれたというか、ラッキーな時代に生まれたなっていうふうに僕は思ってますね。34で、やっぱりそういう時代の転換期みたいなものを全部、こう、上の世代が体感していたけど、僕らの世代はもう何も残っていなくて、でもう無理だなと思っていたんですよ。ただね、まあ、30過ぎてこんな時代が、タイミングが来るとは思ってなかったんで、このでっかいムーブメントには乗っかっていきたいですよね。時代がもしかしたら大きく転換するかもしれないですね。嫌いな配信者はいないですね。まあ面白いっすよね。今家っすよ。この写真怖く見えるんだ。それってすごい面白いよね。見え方は人によって変わるからね。怖いんだ。怖い、この写真。ああ、この写真の顔僕好きですね。いい顔してるでしょ。今日カメラなしです。今日ラジオ配信ですね。この顔怖いんだ。これは向こう側から帰ってきた瞬間を撮った写真ですね。いい顔してるでしょ。
何億年無限という時間を向こうで過ごしてきて帰ってきた瞬間を捉えた写真ですね。詳しく言わなくていいですよ。全部わかってますよ。大丈夫ですよ。つながってるだけだよね、みーさんね。花火ありがとう。いやー、でもね、みーさん、すごい面白いんだけど、俺らだけじゃないよ、つながってるのは。つながってるのは俺らだけじゃないよ。悲しいよね。でも、花火ありがとう。みんなつながってるのにね、つながってないふりしてるんだよね。ナイス、ありがとう。かっこいい、ありがとう。ねえ、親子仲いいのはいいよね。親子水入らずね。いや、言葉なんて大したことないってことですよ。言葉とか思考とか頭いい悪い。例えば、じゃあ、知るっていうこととか考えるとかいうこと。要は、賢いっていうことがどういうことなのかっていうのは、まあ、向こうに行ったらわかるわけじゃないですか。言語とか体系とか論理とかを飛び越えるわけですよ。そう、あれが知るっていうことだし、あれがやっぱり、そのアカシックレコードとか、真理の扉とか、ニバーナとか呼ばれてるもんでしょ。ただね、俺はあれがニルバーナだと思ったんだけど、まあ、釈迦とかキリストとかが、に会うことができた。まあ、なんだろう、アインシュタインの相対性にも触れたし、会いたい人に会えて 知りたいことが知れて、っていうのまでは体験したんだけど、やっぱり、自分がイエス・キリストや、ブッダとかと、同じ状態か、要は悟りを開いてる状態かっていった疑問を感じていて。で、やっぱりそこには第六層、第何層にアクセスしないと、やっぱり彼らが到達した境地っていうのには達することはできないんじゃないかなっていうふうに僕は考えていて。そういう感じかな。悟りって死だと思ってる、合ってると思いますよ。神との対話って本が面白いんだ。送ってください。小説書くのに支援って必要なのかな？ わかんないけど。紙と鉛筆送りましょうか。何が必要なんですか？紙と鉛筆必要なら送りますけど。ジャポニカ学習帳1冊と 鉛筆でいいですか？ HB と。鉛筆削りと消しゴムももしよかったら送りましょうか。リスナーをバカにしてるっていうか、184人いて、184人の中に頭のいい人とバカな人とお金持ちと貧乏人と男の人と女の人といろんな人がいるみたいな、そういう感覚ですね。189通りのリスナーがいるっていう、バカにはしてないですね。そうだよね。いや、うざくないよ、全然。すごくいい人だよ。仕事しないで小説書きたいってことじゃないのかな。ああ、いや、僕はなんか24号さんの小説別に楽しみでも何でもないんで、じゃんじゃん働けばいいと思ってますね。狂ったように働けばいいと思ってますね。別に24号さんが小説書かなくても僕何にも困んないんで。そもそも小説読まないんですよ、村上春樹以外。リア突の旅再開はしないですね。
もう関心なくなったかな。人をバカにした喋り方するんですか？人をバカにしたような喋り方に聞こえる、なんでそう聞こえるんですか？もうちょっと早口にしたらひろゆきにそっくり。写像ってなんすか？ゲストに対してそういう言い方ってすごい失礼じゃないですか。写像ってなんすか？村上春樹以外小説読まない精神世界を語る男。小説でなんか精神世界書かれてるものってあるんだったら読んでみたいけど、なんかあるんですか？アジャリってどう思いますか？アジャリってどう思うか？お坊さんのアジャリですか？どう思うか？すごいなって思いますね。ああ、カート・コベインね。ニルバーナのカート・コバーンって言い方、僕大嫌いなんで、この枠ではリオンさん、ニバーナのカート・コベインって言いましょうね。わ かります？マクドナルドじゃなくて、マクダウナルって言わないといけないし、ケンタッキーフライドチキンは、ケンタッキーフライドチキンって言わないといけない。そうだね。コベインの話ね。ニバーナの。まあね、ニルバーナのカートコバーンとかは、ニューエイジのね、まさに。まあ、ある意味競争だよね。そうだね。カルティエじゃなくてカルチェ。いや、僕とリオンさんは面白いからね。僕とリオンさんは笑ってるから。いいんだよ。自分楽しい人だけ集まればいい。仕事はしないの、労働はしないっすね。そうですね、ニバーナーっすね。なんかいつもと雰囲気違う。あ、そうかな。別になんか大して。普通だけど、タバコ吸ってくるかな。できないでもしないでも何でもいいっすよ。猫間に追い出されたらもう家借りれないし、生活保護ももらえないし、すごく心配してます。ありがとう。たくさん本を読まないと精神世界は語れないと思いますよ。ほう。昔から破天荒な人だっつって。そうかな。なんかいるよね。よく思うのが、なんか原体験に触れろとか本を読めとか言う人いるけど、そういうことじゃないんだけどな。まあ、いいんじゃない。たまや。楽しいね。楽しいね。ありがとう、花火。
写真とかで言ったら、だから向こう側の世界をどれだけ描けるのかみたいなことをすげえこだわってて、まあ、今回、猫まちゃんのグラビア写真にあげたんだけど、まあ、まさにね、あの写真こそ向こう側の世界を描いている世界観だよね。まだまだ表現足りないけどね。もっともっといけるんだけど。それはね、なんかこう、まだ実力が追いついてないのかなっていう。でもだんだんね、向こうの世界を描けるようになってきたかなっていうか。まだまだ情報量が足りないけどね。だんだん近づいてきてるはいるかな。ちょっとタバコ吸ってくるわ。待ってて。まあね、美味しいお茶でも飲みながら語り合いたいですね、みーさん。よく茶を飲みながらね、語ってますよ。エジプトには行ったことないですよ、僕は。向こうの世界に行ってきて帰ってきた顔がこれですって言われても、いや、わかんない人にはわかんないし、わかる人にはわかるんだよ。いいんだよ。わかる人に向けて話してんだから、わかんない人にはわかんない。わ かんなくていいよ。
作品、今画面に映ってるのが作品ですね。あと僕のツイッターにまた新作の写真をあげましたんで、もしよかったら僕のツイッターフォローしてください。新作じゃあツイートしておこう。これです。寝たいのになかなか寝つけないときどうしたらいいですか。寝なくていいんじゃないですか。一緒に語り合いましょう。最初は自分が死ぬという感覚に恐怖を感じるんだけど、徐々にトランス状態に入って自分という感覚全体が消え失せるんだよ。かっこいいね。ナイス67度さん、ナイス。僕は冠婚葬祭関わんないですね。なんというか自分という存在が溶けて宇宙の存在すべてとつながっているという感覚が流れてくるんだよ。いいね、60何号さん。まあなんか言語化することにもう疲れましたね。なんかまあ例えば67号さん、この日は素敵な日でしたよ。ピンクフルムーンのバイシクルデイですからね。最高じゃないですか。ピンクフルムーンのバイシクルデイだよ。最高だよね。いや、つながってるよね。86号さんは誰にも迷惑かけないで生きてるんですか。あー、何も知られなかったって。あー、すげえな。いやー、そうだよね。死んじゃった人間、荒野とか、ロハコさん、荒野とロハコさん配信で言うと、本当にそうだね。ステゴロー2の1ヶ月前、セコンド頼んでて、なんかやたらね、遊ぼう遊ぼうって言って、死んでとか、車出してほしいって言われてて。今考えるともう分かってたんだよね。ありがとう、89号さん。すげえ嬉しいんだよ、そういうコメント流れると。ありがとうね。あ、いいじゃん。俺ね、ポテトチップスとかカップラーメンとかカップ焼きそばとか食わないんだよね、意外と。癒される、ありがとう。この BGM 俺も結構気に入ってるんだよね。人の不幸は蜜の味ってか。そうなんだ、ロハコさんね、惜しい人を亡くしたよね。まあ向こうで幸せになってるといいな。ノーズミントやばいね、もうずっと癖だね、もはや。なんかシルバーアクセサリー第2弾はね、ノーズミントのケース作ろうかなって思ってるぐらい好き。そういう質問やぼだよ、91号さん。おっぱい見せてって言われたんだ、スケベなんで。 OPGM のタイトルわかんねえわ、申し訳ない。撮りたい写真撮ったらダメなの？撮りたい写真撮ってもいいでしょ、ダメなの？あ、写真にいいねボタンありがとうね。すげえ嬉しいよ。
ありがとう。写真にいいね、ありがとう。めっちゃ嬉しいです。すげえな、43いいねもついてる。初見さんいらっしゃい。おお、ゆうさんお疲れっす。どうもどうも。死んだら無だよ。なるほど。まあ人の死生観に僕は口出すほど野暮じゃないですから。69号さんが死んだら無だって言うんならそうなんですよ。席離れちゃうの待ってるよ、みーさん。いってら。インスタやってるよ俺。ツイッターもインスタもやってるよ。いってら。あー、いいね99号さん。いや、それがね、記憶の世界、要はアートマンってそういうことじゃないですか。それが突破されてきたっていうか、それがぶっ壊されたというか、エジプトの首都ってカイロじゃないの？わかんない。あ、スポンサー募集してるよ。花火5発じゃない、花火10発で1週間やりますよ。ブランド吸いながら心地いいですわっつって、いいね。だからどう迷惑かけてんの。少なくとも86号さんには何の関係もないことだから。あー、自費出版で写真集、あー全然作る作る。ただまだ作品数が5点しかないから、もうちょっと時間かかるかな。もう少し待っててね、リオンさん。少なくともね、写真集出すまではどれくらいだろう、60ページぐらいは欲しいかな。最低でもね、理想は180枚ぐらい欲しいけど。ツイッターの猫町さん可愛かった。あ、ありがとう。あれはね、一応水着だからツイッターしかあげらんないかな。手作りみたいなのがいい。了解。OK。そしたら買ってよ。約束するよ。写真集、自費出版で作るから。そしたら買ってね。あ、写真集自体はあんまり高くしない予定だね。アカシックレコードに記憶させる場合だ。いや違うよ、アカシックレコードは全てがつながってるだけだから、そこにアクセスするかどうかだから。いや何にも知らないよ俺は。何もかも知ってないよ。ねえ、暑くて大変だね。お疲れ。写真集出たら買いたい。ありがとう。全然皮しかないんですが、全然皮しかない。あ、詳しくか、詳しくないんですか。世界観とか見て和田さんの腕がいいって感じました。ありがとう。写真集は数千円だね。写真1枚なんで高いのかっていうと、80年持つインクと紙を使ってて、すごい質感にこだわってるのね。だからアナログに落とすときに。で、額縁とかも入れて。で、それで、でっかい紙にインク代とかも高いのよ。だから、その写真一枚は作品としてはものすごい大きさで出すから、でかいんだけど。写真集自体は業者にパッて、このデータ、
そこで写真自体のクオリティはあれだよ、解像度とかも低くなるし、質感も悪くなるから、だから安いのよ。うん、いや、配信者をね、写真集出したいんだよね。うん。ああ、全然全然、詳しくなくていい。っていうか別に写真に詳しいとか詳しくないとか全然いらないでしょ。とか。別にクラシックで作曲できる人じゃないとクラシック聴けないとか、そんなのないでしょ。それと同じで、自分がいいなって思ったらいいんだよ。音楽とか別にロックだろうが、パンクだろうが、ね、クラシックだろうが、自分の好きなもん聴けばいいんだから。写真とか映像とか漫画とか全部一緒だよ。好きなもんを聞けばいいんですよ。好きなもんを見ればいいんですよ。で、その上で僕の作品がいいって言ってくれたら僕は嬉しいですけどね。それはね、人によるからね。そうそうそう、受けた側のセンスっていうか、そうなんだよね。書き手のセンスもそうなんだけど、受け手のセンスもあるから。で、何が正しいとか何が間違ってるとか正解とかって全くなくて、アートの世界においては、あと万人に受けてるとか受けてないとかも全然関係なくて、好きなものをただ愛せばいいだけだよね。まあ簡単な話、好きな写真とかポスターとか多分みんな家に飾ってると思うんだけど、トイレとか玄関とか、だからそれと一緒だよね。うん、俺の写真を部屋に飾りたいかどうかっていう話。うん、そうですね。49号さん、全く僕も同意見ですね。むしろ死は喜びとか最後の救いだと思っていて、すごく綺麗で美しいですよね。なんか優しいというか、ネガティブなイメージ僕もなくなりましたね。うん、おー、刑事さんいらっしゃい。究極の究極だよね、死はニルバーナだっていうね。あれはすごいよね、びっくりするよね。この写真怖い。受け手の問題なんじゃないの。死の匂いがするから怖いんじゃないかな。でも怖いっていうのは結構真っ当な感覚っていうか感性豊かだと思うけどな。三号さんの感性いいなって思う。葬式は祭り、あーいいね、その考え方ね。ニッパーナだね。いやー、この写真を怖いって表現するのはすげえ正しい感覚だよ。まともな感覚というかいいセンスしてるなと思うけど、ギガス写本みたいなのを作ってほしい。ギガス写本、ちょっと待ってね、今調べてみるね。ツイキャスもやってるよ、ワド監督でね、検索してくれたら出てくるよ。うわー、かっこいいねこれね。ギガス写本か、いい、いいね。かっこいいねこれね。いいねいいね。死ぬまでの苦しみ、苦しみはね、逆にね、生きたいっていう本能だから、苦しみがある程度ある時点ではまだ生きてるんだよ。で、その先に行くとセロトニンとか、まあ西洋的に言うとね、西洋医学的に言うとセロトニンとかドーパミンとかエンドルフィンとか大量に出て、苦しみ自体とか痛み自体がなくなるの。まだ痛いとか苦しいって言ってる間は全然生きたいっていう本能が働いてるから全然大丈夫。その先に圧倒的な快楽があるんだよね。学歴で比べるのは洗脳されてる証拠。まあ日本は学歴社会だからね。学歴が低いのは事実だからね。最底辺だからね。別にそこにあれですよ、そこを指摘されても、まあそうっすね、頭悪いっすねとしか言いようがないね。
別の人の世界を知りたいとは思ってないから友達少ないんだろうな。少ないですね。あんまり他人に関心がないですね、僕は実際。だから友達も一人しかいないですね、今。中学で習う漢字読めないね、俺。小学2年生から4年生あたりの漢字がギリギリ読めるか読めないかとかだね。漢字昔から苦手なんだよね。健康ならね。すごいな、なんかありきたりな普通の弁当をなおさんサムネにするっていうセンス嫌いじゃないですね。どこにでもあるような、別に特に素晴らしく美味しそうなわけでもなく、なんか男の人が好きそうな弁当、日の丸のご飯とエビフライとっていう、この弁当をサムネにするセンスいいっすね。なんか好きだな。なんで他人に興味ない発言するのに彼女作るんですか？おかしくないですか？文脈理解してますか？文脈ってわかります？91号さん、言葉の端々を取っても意味ないですよ。言葉ってつながってるんですね。で、ある部分の言葉を切り取ってその部分だけで上げ足取るのって本当にダメだと思いますよ。ラリーがあって、その中に意味があって、文脈っていうのがあって、その上での発言なんですよ。今彼女の話とかしてないですね。友人の話をしたんですよ。で、その意見については同意できますっていうことをしたの。友人と彼女は違うでしょ。年上の女なら簡単に漢字が読めなくても可愛いって思われるだろうが、年下の女ならがっかりするポイントだよね。年齢はよくわかんないですね。あなたがそういう人なんじゃないですか。年上の女、年下の女じゃなくて、あなたがそういう人なんじゃないですかね。今31なんだけど毎日寝れません。病んでることはないんだけど病気なんですかね。寝なくていいんじゃないですか。寝なくていいんじゃないですか。だから無理に寝ようってする必要ないんじゃない。寝なくていいんじゃん。寝れないんだったら寝たい時に寝ればいい。この弁当うまそう、うまそう。この弁当うまそうだね。でもなんかこの普通な感じがいいよね。多分安いんだろうな。安くてうまいタイプの弁当だよねこれ。他人に興味ないんですよね。わら。言葉のなんちゃら関係あります。爆笑。ぬぅ。ぬまぁ。トイレ行ってくる。トイレじゃない。タバコ吸ってくるわ。
はい、どうも。はい、どうもどうも。冬になったらどうするんだろう。あ、いや、換気扇の下ですっていいよって言われたから換気扇の下ですってますね。あ、タコスってグーわ。女作るのは雑談もつまらんし、企画も一人じゃ、女作るのは雑談もつまらんし、企画も一人じゃできないし、金も稼げないから養ってもらうために女作るんだよ。ああね、笑。バカだから打ち間違えを突っ込むしかできないし、話題ないんだね。お疲れ様です。爆笑。本当にバカにされてること気づきなよ、ハート。打ち間違え気をつけるね、ハート。わらわら。あなたのコリンキー嫌いなんですが、ついつい聞いちゃいます。どうすればいいですか。コリンキー、あなたのこと？ん？あなたのこと？ん？大丈夫？俺の浪人が今佐川でポカポカ運ばれているんよ。朝受け取れるのか心配。酔っ払ってんのか？いいね。浪人 SC かな。たくさんが家を破壊し続けてるな。大丈夫かな。和道に関わるなって何年も連投する機会がなくて寂しい。和道には関わるなって何年も。ああ、懐かしいね、リオンさん。古いリスナーだな。もうそういう時代じゃなくなったよね。確かにね。古いリスナーだな。懐かしいね。そんな時代もあったねと。いつか話せる日が来るわ。ある程度お金入ったら浪人が和道ちゃんの元へポコポコ届くと思う場合、もし届いたら使い倒すね。あー、いや、 KG さんすごい情報手に入れたよ。あのね、浪人とかもそうなんだけど、結構ね、今ね、結構安価で欲しい機材が見つかったね。その、α7-3 が、めちゃめちゃバージョンアップする。自分にとってはだよ。自分の作りたい絵作りではバージョンアップする、アイテム見つけて、今そこに夢中になってるかな。1、2万ぐらいでだいたい今作ってる自分の作品とかがパワーアップする感じかな。あ、そうだね。猫間と付き合ってからお酒飲むようになったね。ほんとだね。まあ、別にね、お酒あんま好きなんじゃなくてね、お酒が好きとか嫌いとかじゃない、酔っ払いが嫌いなんだよね、俺。うん。酔っ払いが苦手なの。お酒自体は飲めるんだよ。何それ、つって。おい、みーさん、お帰り。
あのね、フィルターだね。フィルターでだいぶ世界変わるっていう。ND フィルターと、今ね、俺がね、興味あるのがね、PL フィルターだったっけな。ちょっと待ってね。PL、2万円ぐらいなんだよね。PL フィルター。CPL フィルターだっけな。その上で俺が欲しいのが CPL フィルターってやつかな。CPL フィルター、CPL フィルター。これだね、CPL フィルターってやつで、反射光を抑えるっていうやつだね。うん。これはやばいね、CPL フィルター。めちゃめちゃいいよ。要はね、必要な光だけを入れるっていうやつで。お帰り。無理してる時はないね。いや、違うんだよ。辛味酒はいいんだけど、全然、うざい人、バッドバイブレーション持ってるやつの酔っ払いが嫌いなんだよね。悪口言ったり、くだまいたりするタイプが。お母さんはね、全然ポジティブだから全然いい。猫間との関係は経済的な利益をもたらさないように見えるが、それについてどう感じてる？ああ、猫間と付き合ってから確かに収入落ちたね、お互いね。だけど、まあ、そこについてはいいんじゃないっていう。まあ、いつも言ってるけど、俺は飯が食えて配信ができて、で、やりたいことができたら本当に幸せだから。もちろん、経済的には困窮してるかもしれないけど、いいじゃない？貧乏でも。こうやって。でねえ、なんか昭和の古いドラマみたいで素敵じゃん。お金で喧嘩するほどバカバカしいものはないよ。運命の人ってどんな分かり方？運命の人をどうやったら分かるかか。自分の心に聞いてみたら分かるんじゃないかな。いや、だから本当に、あ、この人が運命の人なんだなってことでしょ。でも、ただそれだけだと思うよ。ああ、これが運命の人なんだって。ね、生きてるだけで十分だよ。たくさん種類あるでしょ。このね、CPL フィルターっていうのを手に入れるのが今の目標かな。だいたい1万5千円前後だとは思うんだけど、俺が使ってるレンズがすげえいいやつだから、もしかしたら1万5千円超えて2万ぐらいになるかなっていう。そう、PL フィルターっていうの、CPL フィルターっていうのがあって。で、俺がワイドレンズを使ってるから、ワイドレンズの CPL フィルターっていう特殊なやつを買わないといけなくて。ただ、ケラレが出るんだよ、ワイドだと。そう。ケラレを出さないようにするために薄型の CPL フィルターを買わないといけなくて。ちょっとね、値段張るんだけど。いいよね。CPL フィルターね。最高でしょ？あ、ありがとう。シャープでソフトな和道の面出てる。Z さんね、これはね、向こう側に行って帰ってきた直後の顔で、俺が気に入ってんのはね、目のところに深いシワが入ってるんですよ。ほうれい線はね、昔からあったんだけど、なぜかこの時だけはね、目に深いシワがグーって入って、力を入れてるわけじゃないのに、疲れてたんだろうね、多分ね。今はね、このシワ消えたんだけど、この時だけは爪痕みたいな感じで深いシワが入ってね、なんか自分でも印象的だったね。欲しいもんリストに入れても最近買ってもらえないからね。欲しいもんリスト、すぐ欲しいんだよね。2万円ぐらいの。でも最近なんか欲しいものリストに入れても、なんか全然購入してもらえないから、買っちゃおうかなとか思ってたけどね。ゴルゴラインだよね。そうそうそう。この写真すごい、多分一生思い出になる写真だろうな。この日実はね、猫間と結ばれるきっかけになった電話をしてたんだよね。伏線っていうかね、告白したのは配信で見せたあの日なんだけど、実はこの時にすごい猫間と深い話して、君のことが本当に好きだっていうことを、まあ、ちゃんと伝えられたんだよね。2万ぐらいあるやろ。四隅の、四角いフィルターならケラレないね。アダプターいるけど、あ、そういうのもあるんだ。
CPL フィルター四角タイプってあるんだ。アルファにつけられるのかな。この前レンズリスナーさんに買ってもらったんですよね。もう買ってもらってないよ。映画の支援と花火のやつの機材代で、レンズを買ったんだよ。この写真本当にいい。ありがとう。でもね、レタッチをほとんどしてないから、この写真をもとにね、なんかこういろいろいじりたいなとかも思ってるんだよね。この写真は多分、なんだろう、一生忘れられないような写真だよね、自分の中では。なんかこう思い出の一枚というか、これこそねスナップ的だけど、この写真は本当に見る人が見たら 意味がわかる写真っていうか、この写真こそね本当に何て言うんだろう、素朴なんだけど、見る人が見ると深みのある写真なんだよね。ネコマさんのブルーの写真も好き？ありがとう。ミーさんね、最近グラビアの写真をね、ツイッターにあげたから、下にリンク貼ってあるから、よく見てもら、よかったら見てください。で、技術的に言うと、こっちの写真の方が技術的には上だね。技術で言うと、こっちの写真の方が上。変わるかな。これはね、顔とかは別に、モデルとしては、なんだろう、精度は高くないんだけど、技術が上がってきたなっていう。まあだからね、さっきの顔で、さっきの表情ができて、こういう写真が撮れたら最高なんだけどね。技術が上がってきてるね、だんだんね。あっちから帰ってきた瞬間にカメラ設置して。そうだね。たまたまだよね、でもね。取っ手出しも見てみたい。取っ手出しは海で取ったやつとか取っ手出しだよ。ネコマの水着の着替えてるやつとか。あの辺は取っ手出しだね。取っ手出しでも好きじゃないんだよね。なんか、あんまり好きじゃないね。技術も大事だよ。技術も大事だよ。なんか技術をないがしろにしてる人多い。表現の幅が広がるからね、技術をつかむと。その上でやっぱり人間性だったり表情だったり、その距離感みたいなものを出すっていうことで。なんかたまにね、フォトショップなんかいらねえんだよとか言う人いるけど、いや、それあなたがただフォトショップ使えないだけでしょっていう。あっちとはどういう意味ですか？わからない人はわからなくていいと思います。わかる人にだけわかればいいと思いますね。取っ手出しは画角基本的な技術がわかる。まあまあ、もちろん。ていうか、それはカメラマンとして絶対的に勉強してないといけないことだからね。構図とか画角とか、パースとか。特に広角レンズとか使ってるとパースの理論が入ってきて、すごく面白いよね。海の写真よかった。ありがとう。こんばんは。見ました？素敵ですね。ありがとう。もっとね、30分しか時間がなかったから、ショットしか撮れなかったけど、もう1時間半、2時間ぐらいの撮影期間、時間があったら、もうちょっといい写真撮れたんだけどね。どうしても時間が足りない分ね、モデルのポージングとか、そっち側に時間割いちゃって、構図とかあんまり作り込めなくて、もう少しね、寄りたかったんだよね。寄りたいっていうかね、猫間の頭の位置を上に上げたかったんだよね。そうすると空と、左斜め、この構図で言うと、左斜めから、太陽に向かって差し込んで撮ってたら、もっといい写真になってたなっていう反省はあるかな。ちょっと惜しかったね。
カメラの基礎は本からじゃなくて、本を読むようになったのは後半っすね。カメラの基礎はほとんど現場で、最初は現場で学んで、で、次に、限界を感じて、芸大に行ってる人、芸大を卒業して映像のプロで、ゴリゴリやってる人に教わったかな。不特定多数の人が聞いてるこの場で分かる人だけ分かればいいんでっていう、すごく優しくなく感じる。言葉では無理なんだよ。分かる人には分かるから、分からない人には分からない。要は聞く耳持ってなかったりとかする人には分からないから。写真家としてネコマの魅力を最大限に引き出すための威力はあるかもしれないが、彼女の個性が君の目標を達成するのを助けるとは思えない。何を言ってるんだろう。彼女の個性が君の目標を達成するのを助けるとは思えない。撮りたいもん撮ってるだけっすよ。 猫間ちゃんの水着とやらが気になる。ああ、下にリンク貼ってあるよ。新作はこちらっていうやつね。タイトル変えるか。水着。グラビアにするか。グラビア。グラビアはこちら。これでいいかな。これですね。まあ、俺が分かってるか分かってないかはご想像にお任せしますよ。やっぱりね、シャッター切る。で、シャッターを切った時に問題にぶつかる。意識をしてシャッターを切ってたらね、自分がこういう絵を撮りたいっていう。ただシャッター切って無限に切ってもバカだから、自分が求めてる絵と、自分がシャッターを切った時に撮れた絵を比べて何が足りないんだろうっていう問題意識を持ってるかどうかな。で、それをどう解決するかっていうのは本だったりとか情報だったり人の助けだったり、そういうことだと思うね。 スーパーウルトラクラス。まあでも俺は常に訴えかけてたからね。本当にカメラ詳しい人に教えてください、教えてくださいってずっと言い続けて。で、リスナーの女性が、とある女性がね、教えてくれて、人を紹介してくれて、で、その人に教わったっていう感じだね。朝比奈ちゃんの写真あるけどね、すっぴんだったから、メイクしてる時に撮り直したいっていうふうに、本人に言われたんで、公開はしないですね。別に売るために撮ってるわけじゃないから。売るために、稼ぐために撮ってないから、俺がいいと思うものを撮って、で、いいと思った人が買ってくれればいいだけの話だから、商業、なんつうんだろうな、コマーシャルアートとかに全然興味ないのよ。和同点、楽しみにしてます。今のところ作品として上がってるのは5点だね。5点ですね。最初がむしゃらに撮って現像してたよ。ただひたすら撮ってひたすら現像して、最近はようやく近づいてきたかなっていう。もう少しだね。もう少しで表現っていうのが完成するかな。でもまあ、やりたいことできるようになってきたね。じゃあ販売しないでくれる？いや、別にあなたに売りたいなんて思ってないよ。 あなたに売りたいなんて思ってなくて、買いたい人がいたら譲りますよって言ってんのよ。何をそんなケン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 してんの？どうした？ちょっとトイレ行ってくる。
いや、本当にそう、アンチコメント別にね、掲示板とかでやればいいのにね、書いとかなきゃ買わなきゃいいだけなんだから、そう思わない？ありがとう、写真素晴らしいと思う。ああ、いや、最大の褒め言葉っすね。写真とシルバーどっちが好き？ああ、どっちなんだろう。両方ともつながってるものだと思ってて。なんか、表現したいものが映像なのか、ものなのかの違いなだけで、両方とも自分が見える世界だから、それを具現化する作業だから、それが映像の場合、写真とか動画になって、で、物として欲しいものが自分自身があっていう、そういう世界だから、別にそこに、なんか、表現の違いなだけで、自分を表現するものっていう感覚かな。どっちが好き嫌いとかではないかな。うん。ファンデッドに見えてきた。おたずね。買いたい人が買えばいいし、買いたくない人は買わなければいいっていうだけの話だから、それをね、なんか押し付けられても困るよ。俺と買いたい人の問題なわけで、買いたくない人には何の関係もない話だから。なんだろう、俺の写真が売れるのがそんなに嫌なの？買わなきゃいいだけなんだよ。仕事と趣味を分けてないですね。音声おかしい。音声おかしいっすか。ああ、じゃあ一回枠取り直すね。一回枠取り直します。